ワレリー・リューミンは、コムソモリスクのアムウレ出身のソビート連邦の宇宙飛行士である。1958年に、金属の冷間加工を専攻して、キャリニングラット、メカニカルエンジニアリングテクニカルカレッジを卒業した。1966年には、宇宙船の制御システムを専攻して、モスクワ・フォレストリー・エンジニアリング・インスティチュートを卒業した。リューミンは、 1979年8月19日と1980年10月11日の2度、ソ連邦英雄を受賞している。1958年から1961年には、戦車の指揮官として従軍した。1966年から現在まで、彼は、SP、コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアに勤め、サルート1号以降の軌道モジュールの開発を行った。 1973年には宇宙飛行士になり、3度の宇宙飛行を行って362日間を宇宙で過ごした。1977年にはソユーズ25号で2日間宇宙に滞在した。サリュート6号には、1979年に175日間、1980年に185日間滞在した。 1981年から1989年まで、リューミンはサルート7号とミールのフライトディレクターを務めた。1992年まではシャトルミールプログラムのロシア側のディレクターを務めた。1998年1月、アメリカ航空宇宙局は、リューミンが STS-91 の乗組員に選ばれたことを発表した。 リューミンは1998年6月2日から12日までスペースシャトルディスカバリーで9回目にして最後のシャトルミールプログラムとなる STS-91 に参加した。STS-91 のミッションでは235時間54分で地球を154周し約380万マイルを移動した。リューミンは既婚であり2人の娘と1人の息子がいる。 趣味はテニス、釣り、狩り、森歩き、旅行等である。ありがとうございます。